はここ美濃から南に下ったとこにある織田家の国だ。当主は信長様。最近勢力を伸ばしている新鋭の若い大名らしい。しかしな、この信長様はうつけだって噂もある。まあ、どっちにしろ道山様が娘を預けるほどの男だ。物おじしても始まらん。行こう秀之次。美濃より落ち延びてまいりました商人の藤吉郎と申します。隣は仲間の秀の秀千代。この度は拝謁をお許しください。誠に恐悦にございます。うぬは半妖か。よく顔を見せよ。初めて見る光じゃ面白い。お主ら二人、今日からこの信長の客となれ。お別れ感謝いたします。おい、知って父の最後はいかようであった。マムシらしゅう毒をまき散らし立派に行かれたのであろうな。いらっしゃい。またどうぞ。この信長に命を預けよ。狙うは敵の大将、義元の首。続け！敵は？何？織田について早々。
山を越えりゃ今あやかしがお前の。なんだ、どいてほしいのか。なんだお前、人がせっかく心配して。
死ぬならまた今川に挑んだ方がマシだったか。
だ貴様。まさかこの山を越えてきたのか。他の弱兵どもがいくら来ても無駄よ。一体どうしちまったんだ。
てすまねえ。はしごを外すんじゃなかった。
立てると思っておるのか。ほう、また魚が一匹増えたようじゃ。田舎侍、刺身にしてやる。
Yeah.
まさか夜が。血を分けた兄を殺し、手に入れた当主の座は幻か。寸縁三に栄えしよくやった。世の亡き後は名優らの草刈り場となり果てよう。うつけ信長に伝えよ、新しき世の先駆けとなれ。戦い、藤吉郎、京城へ急ぎなさい。いらっしゃい。
またどこ